海と日本。9月10日11日県内の小学5、6年生16人によって結成された香川シーマスター海の英文見っけ隊。2日目は海から遠く離れた森がどのように海とつながっているのか、雨が降った時に森が果たす役割を知るために綾歌森林公園で植物や土壌の観察をしたり、森に水を流してみる実験などを行いました。落ち葉がだんだん腐って土になっていくっていうような、ね、見えるこれ分かるかな、見えるわ、ちょっと見やすいよ、順番ね、水付きや。森に降った雨はスポンジのような腐葉土に吸収され、腐葉土が含んだいろいろな栄養分が雨水に溶け込みます。この栄養分が水とともに川や海に運ばれることによって、さまざまな生き物の命を育むことができるのです。森が豊かになれば、それだけ海も豊かになっていくということなんです。その後見っけ隊は実際に森の栄養分で育った藻場を見学するために海岸へ向かいました。豊かな森とつながっている海の藻場は非常に豊かで、多くの命が育まれている様子を観察しました。山に雨が降って森から海に流れる栄養分が藻場を豊かに育てていきます。藻場の中で魚たちが卵を産み、そこから生まれた小さな命が藻場の中で守られ、育まれて、やがて次の命へと育っていきます。皆さんもその命の循環を守る仲間に加わってください。今回香川シーマスター海の英文見っけ隊が学んだのは、森と海は密接な関係にあり、豊かな森は豊かな海を育むということ。海の豊かな環境を作り上げるには、地球の環境全体を考えることが必要だということを、皆さんもぜひ考えてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。